ブンデスリーガ第5節、ドルトムントの香川真嗣は、ホームで堺豪徳が所属するシュツットガルト戦に先発し、共にフル出場した。トップ下で出場した香川は前半33分、ゴール前への浮き玉の縦パスに反応、最終ラインの裏に飛び出し、胸トラップからゴールキーパーの頭上を越すシュートを放ったものの、クロスバーに当たりゴールはならなかったが、移籍後初のフル出場を果たした。 試合は後半3分、23分にシュツットガルトがビダビのゴールで2点を先取。だが、ドルトムントは同38分にオーバメレン、41分にはインモービレがゴールを決めて追いついた。ドルトムントは今季2勝2敗1分けで勝ち点7、シュツットガルトは2分け3敗で勝ち点2。前節のマインツ戦でブンデスリーガデビューを果たした18歳の丸岡ミツルは2試合連続でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。